英団02系電車は、1988年10月17日に営業運転を開始した、低都高速度交通英団の通勤系電車である。2004年4月の英団ミニエーカに伴い、東京地下鉄に継承された。丸の内線で開業以来使用している300系、500型などの車両が、車両を更新時期の目安である30年が経過した、ことや、 銀座線用の0一 k が乗客に好評であったことから、丸の内線も新型車両に置き換えることとなり、本系列が導入されることとなった。0一 k をベースに設計、製造したため、外観や機器などは0一 k に準拠したものとなっている。これは、検査業務を担当する中野建区中野工場での取り扱いを考慮したものである。 丸の内線においても本系列への統一後の1998年3月には保安装置の新 CSATC 化が実施され最高速度が従来の実速 65km から実速 75km に引き上げられた本系列のデザインを検討するにあたってはベースとなった 01K との違いを外観デザインで表現するため 丸の内線開業以来使用してきた300系のイメージを本系列に残すことが意識され、デザインテーマは従来車の面影エレガントとされた。しかし、無塗装のアルミ車体に従来車のイメージを残すことには苦労があり、側面ラインカラー帯はスカーレットと白色の2色のラインを組み合わせることで従来の丸の内線車両のサインウェーブのイメージを表現し、 車内内装は赤を基調とした。車体はアルミニウム合金製で片側3、扉構造である。車両の製作工法は 01K と同様アルミニウム合金の大型、中空の押し出し型材を組み合わせて連続溶接工法によって組み立てるというものである。銀座線に比べて丸の内線の方がトンネル断面を拡大している分車両限界も大きいため、 1> 0 1系の全長16メートル、幅2550ミリメートルに対して、本系列は全長18メートル、幅2780ミリメートルと、一回りを大きくなっている。車体には、丸の内線のラインカラーであるスカーレットの帯が入っており、アクセントとして、ホワイトの細い帯も入っている。さらに、本線用車両は、側面は、ラッシュ時に、 赤坂三つ形機で銀座線と乗り間違えることを防ぐ目的もあり、扉上部に赤帯が巻かれている。車両限界を最大限に活用する形状は 01K と同じだが 01K が直線性を強調した角張った形状であるのに対し、本系列では優しさを求めて屋根剣部や前面形状などに丸みをつけている。フロントガラスは横方向に 大きな曲線を描いており、上部には飾りガラスをはめ込んでいる。前面にはプラグドアによる非常口が設置されている。丸の内線は第3期情報式であり、線路に降りると感電の危険があることから非常用のはしごは設置していなかったが、後年に設置された。本系列で最後に落成した方南町支線用の80番台編成では、 使用が一部変更されている。車体はアルミニウム合金の材質統一を図り、廃車時におけるリサイクルを考慮したものとした。外観のラインカラーは赤色、白色に加えて、誤乗車防止のため黒帯が入り、また、側面上部の赤帯がないことから零一系により、近い外観となっている。また、フロントガラス上部の飾り窓は廃止されている。 さらに、落成当初は、車両間転落防止ホロが設置してあったが、後に、方南町おしにへ、ホームドアが設置されたために撤去された。車体側面には、A 段時代より、A 段段章が廃されていた。これは、東京メトロへの移行時に、ハート M マークに交換され、さらに正面左窓上と、側面乗務員室扉直後にも、同様のマークが貼り付けされた。 丸の内線ではかつて駅冷房に加え、トンネル冷房を実施していたため、初期に落成した二次車までは0 1系初期編成と同様に、非冷房車として落成したが、1990年夏より銀座線と並行して丸の内線も車両冷房を導入することが決定され、3次車からは新成人より薄型集約分散式冷房装置を搭載している。 非冷房車である二次車までも1990年7月から1996年6月までに冷房装置搭載改造を実施した。冷房改造車は側面上部に通風口を塞いだ跡があり、新生冷房車とは判別は容易である。冷房装置は三菱電機製の CU-766 型で、1機あたりの能力は 16.3kW であり、 これを車端部の屋根に埋め込む形で1両あたり2機を設置している。非冷房車は落成当初の車内の天井が高く、外気準関係の軸流送風機、ファンデリアが各車6台設けられていた。冷房車として落成した三次車からは平ら天井構造とされ、天井に冷房用ダクト吹き出し口、補助送風機としてはラインデリアが設けられた。 比例防車も後の冷房改造時に同様の構造へと改造された。なお、本系列は丸の内線としては初めての暖房装置搭載車両でもある。車内内張りにはベージュ系の色を採用し、床材は01系よりも明るい色の茶色とクリーム色で2色フットライン入りのものとした。当初は床に主電動起点圏外があったが、第20編成より、 メンテナンスが軽減された、主電動機の参照交流化に伴い省略された。側窓は、車端部が2連窓、ドア間が3連窓で、いずれも、開閉可能な加工窓である。車内側の窓枠は1.2次車がアルミ製であったが、3次車からは、FRP 製に変更された。なお、丸の内線には、地上走行区間があるが、ロール式カーテンは設置していない。 2009年時点での座席モケットは全車両が赤系色で総柄プリント品のバケットシートである。一人分の掛け幅は5次車までが 440mm、6次車からは 450mm に拡大されたほか、袖仕切り上部のパイプにモケットが巻かれたものとなった。優先席部は銅柄で青色の表地である。なお、当初の1から5次車は、 赤色の区分柄入りで、非バケットタイプであったが、後年に前述した6次車以降と同じものへ、交換された。客用ドアは、在来車両より100ミリメートル広い1400ミ、mm、リメートルに拡大し、ラッシュ時の乗降をスムーズにするようにしている。車内側も化粧板仕上げであり、ドアガラスは2次車までは、単板ガラス3次車以降では、 複層ガラスが採用された。連結面は各社に貫通扉が設置されており、つま面には窓が設置されている。座席端の袖仕切りは二棚の端と一体になったもので、形状は0一 k のものに似ているがそれよりも丸みを帯びている。二棚はステンレス線を格子状にスポット溶接したものである。吊り革は白色の三角形であり、 線路方向は全長にわたって、枕木方向はドア付近上部に設置している。2006年初頭頃からは、優先席部分の釣り革がオレンジ色のものに交換されている。車椅子スペースはご自社から設置が開始され、車内に2カ所ずつ設けた。さらに非常通報機は、警報式から乗務員との相互通話可能な対話式のものへ変更された。 後にワンマン運転への対応のため、全車両が対話式へ交換されている。連結面間貫通路は6次車からは、車椅子での通行を考慮して 800mm 幅から 870mm 幅に拡幅された。2007年頃から、車内号射殺、非常通報装置、非常用ドアコック、消火器の表記類を1万系と同じ。 蓄行性シールへの交換が実施されている。方南町市専用80番台編成方南町、市専用80番台車両では、車両コストの低減を図るため仕様が一部見直された。内張りは色調を変更し、床材は茶色い色で柄入りへ変更された。コストダウンのため、側窓は車端部が2枚の打ち方側を固定化。 ドア間3連側窓のうち中央の1枚を固定化した。窓枠はリサイクル性を考慮してアルミ製に、客用、ドアガラスは短板ガラスへ戻された。行き先表示器は4次車までと同じ字幕式に戻された。他、車内案内表示器、自動放送装置も製造当初は省略されていた。座席モケットはプリント柄のバケットシートだが、 温泉用とは異なる柄とされた。車椅子スペースは中間車に一箇所設置されている。袖仕切りはパイプ形状化し、荷棚はステンレスパイプ式にした。また、室内蛍光灯やラインデリアの設置台数は一部削減された。落成当初、車両間貫通扉は中間車のみに設置され、先頭車は省略されていたが、後年に、 先頭車にも設置された。乗務員室の内装は緑色、運転台の筐体は紺色である。現行の運転台仕様はワンマン運転への対応を参照のこと。本専用車両では 01K と同じ横軸式で、マスコンハンドルとブレーキ操作機が別個の2ハンドル式であった。軽基板の配置は 01K とはやや異なるものである。速度計は白地の二針式で、 時速 90km 表示としている。方南町支線用車両では、当初よりワンマン運転化を想定して TGK1 ハンドルマスコンを採用している。軽基板の配置は本線用と同じだが、マスコン台はワンマン運転用のドア開閉ボタン等が取り付けられる形状とされている。また、本線用にはレバーにより前後認識をさせる方向切り替え機を設置していたが、 ワンマン化を想定していた、視線用ではと平成魚切り替え装置を搭載し、方向切り替え機自体は省略していた。乗務員室と客室の仕切りには、全面窓と同じような面積割合で仕切り窓が3枚ある。車高膜は、大窓と乗務員室扉窓の2箇所に設置されている。 フロントガラスが緩い曲面ガラスであることによる映り込みを防止するため残りの右側の小窓は灰色の着色ガラスを使用している。なお、乗務員室扉窓は初期車ではオレンジ色の着色ガラスが使用されていたが第20編成からは透明ガラスに変更された。さらに工術のワンマン化改造時には透明ガラスで電磁座状付け扉へ交換された。 なお、第20編成からは仕切り窓の大きさをやや縮小したため、初期車では、後期車に合わせた仕切り扉を使用するために窓の高さが不揃いである。走行機器は、第01から19編成は、銀座線用の01系と、ほぼ同系の高周波分巻き直波制御が採用された。ただし、本系列では、電気子直波装置の阻止は、 GTO サイリスタであるが、堺地直波装置には高体圧パワートランジスタに変更し、機器の小型、軽量化を図った。台車は 01K と同じ住友金属工業製の、干渉ゴム式軸箱支持方式のボルスタ付け、空気バネ台車を使用する。ただし、第07編成の02から107.02から207号車は、日本車両製造製の、 塩水ゴム式軸箱指示方式台車を使用し、従来の干渉ゴム式との比較を行った。同様の例は、東西専用の0号系、第07編成においても見られる。直波制御装置は三菱電機製、日立製作所製がほとんどだが、第04編成のみ、東芝製を搭載する。その後の第20から53編成と、放南調子専用の、 第81から86編成では、イグブと素子による3レベル、VVVF インバータ制御に変更された。制御方式は、前者が 1C2M2 軍制御、後者が 1C2M3 軍制御である。台車は、モノリンク式軸箱支持方式のボルスタレス台車に変更した。基礎ブレーキはいずれも、片押し、式踏み面ブレーキである。ご自社からは、 シングルブレーキからユニットブレーキ方式として保守の向上を図った。VVVF 制御装置は第20から42編成都市専用が三菱製、第43から49編成が日立製、第50から53編成が東芝製である。空気圧縮機は第19編成までの直波車では直流駆動の C-2000LA 型を 第20編成以降の VVVF 社では、交流駆動で、容量増を図った C-2500LB 型を搭載する。補助電源装置は制御用としては両戦頭車に搭載しており、直発車では、日立製作所製の15区場出力電動発電機を搭載、VVVF 車では、東洋電気製造製の GTO サイリスタ素子を、 使用した4 9馬出力の静止系インバータを搭載する。さらに02から300型には、冷房電源用として三菱、または、東芝製の110馬出力 SIV を搭載する。放難調子専用では02から180型に、東洋電気製造製のイグブと素子を使用した75馬出力 SIV を1台搭載する。ブレーキ装置は 01K と同様の、 改正ブレーキ併用の全電気指令式だが、01K の均一ブレーキ制御に対し、本系列では遅れ、米制御を併用している。全車が対撃ブレーキ、保安ブレーキを装備する。保安装置は、車内信号式新 CSATC 装置を搭載している。さらにタスクを搭載し、立行時は運転士による手動操作、停車時におけるブレーキ操作は、 タスクにより自動停止する。なお、当初の保安装置として、全車両が、ダコ式 ATS 装置を搭載していたが、ATC 切り替え後は撤去された。先頭車の連結機は、トムリンソン式であり、当初は 500K の救援のために、電気連結機を搭載していたが、500K 全廃後は、電気連結機が撤去された。なお、分岐専用の80番台は、 当初から電気連結器は搭載していなかったが、電気連結器を取り付けるためのボルトの穴だけが突出して存在した。なお、2009年から2014年まで全19編成の改修工事に伴い、同年3月をもって、落成時からのオリジナルの高周波分巻き直波制御を備える制御装置の車両は消滅した。1から4次車と放難調子専用は、 字幕式5から7次社は LED 式の行き先表示器を先頭車前面に設置している。1編成あたり計2台で側面表示器は設置していない。なお、1から4次社は工術の改修工事により LED 式に交換され、現在は存在しない。方南調子専用編成は、 側面の中央ドアの上部に中野坂上法南町間の運行であることを示すステッカーを重付している。側面に車外案内用スピーカーが2台あり、乗降促進音を搭載している。前編成に自動放送装置を搭載している。製造当初の一時車と法南町市専用車両は搭載していなかったが、一時車は1994年度までに設置された。 本線用本線用の車両は、各乗降ドア上に、現在の位置とその電車の終点を表示する、路線図式案内表示装置とドアチャイムを設置した。さらに、自駅の開く、ドア方向を予告する、自駅回避予告等が設置された。なお、当初の一時車は、終点ではなく、進行方向の現在駅からその列車の終着駅までの開く、ドア方向を表示をしていたが、 冷房搭載改造時に現行の終点表示タイプに改修した。1996年5月28日開業の西新宿駅対応時には1の6次社が対応品へ交換されたが7次社は製造当初から対応しており同駅開業時に駅名を表記した透明ステッカーを貼り付けした。工術のワンマン運転改造に合わせて 全編成が千鳥配置となり、路線図は駅ナンバリングに対応したものに交換されている。なお、駅ナンバリング開始当初は、上から駅ナンバリングが印刷されたステッカーが貼り付けされていたが、ワンマン運転改造時に駅ナンバリングに対応した正規の路線図タイプに交換した。なお、直波制御車は工術の改修工事に合わせて、 LED 式の旅客案内表示器と共に撤去された。路線図式の案内表示器は、丸の内線本線と方南町支線の全駅が横並びに表示され、この電車の行き先はで示しますと、隅の方に表記されている。なお、工述の B オサム工事の対象外となっている第20編成以降は、2014年より第47編成を皮切りに、路線図式、 LED 式の旅客案内表示器を、小イト電工の、パッドビジョンへと交換する工事が行われている。方南調子専用方南調子専用編成は、登場当初は、すべてのドア上部中央が、ドアチャイムのスピーカーのみで、両端に、路線図と SF メトロカードの広告ステッカーを、重布していたが、2004年夏の、ワンマン運転対応家改造時に、各ドア上部に、 LED 文字スクロール式の案内表示器と自動放送装置を設置した。例に経営視線用編成ワンマン対応改造後の運転台前述したが、方南町視線用の80番台編成は落成時よりワンマン運転を想定しており、運転台にはワンハンドル式マスコンを採用していた。2004年夏のワンマン運転開始時には先頭車は 正面フロントガラスの右上と、側面乗務員室扉の上部に、中間車は、区間行き先シールの右側にそれぞれ、ワンマンステッカーを貼り付けした。また、ホームドアの設置により、車体側面下部の車両番号表記が見えなくなるため、車体側面上部にも、車両番号が表記された。運転台は、メインハンドルにデッドマン装置を設置したほか、ドア開閉スイッチ、 二画面式車上 CCTV とミリ波画像受信機、ホームドア表示灯や右端に運転し操作機を新設した。客室との仕切り扉を電磁車上付け扉へ交換、前頭点滅制御機の新設。このほか車内案内表示装置や自動放送装置を設置したことは前述した。機器面では、 タスク装置の設置、誘導無線装置は防護発砲機能符へ変更し、非常通報装置の運転指令書との対話機能の追加などが実施された。その他、方南町支線にホームドアとともに、可動式ステップが設置されたために、ステップ収納前の誤発射防止のため、ATC 表示が停止になる連動が行われている。この機能は、 ホームドア設置後の本線においても実施している。本線用の編成はワンマン運転及びホームドア設置準備工事のため2005年3月から順次ワンマン運転に対応した改造が進められ2007年8月までに全編成の改造が完了した。その後同年11月から ATO 装置設置のための改造工事が開始され2009年1月までに 全編成の改造工事が完了した。運転台関連ワンマン化改造された編成は、運転台のマスコンハンドルブレーキ設定機を、デッドマン付け T 字型ワンハンドル式マスコンに改造し、さらに故障表示等を液晶式のモニター画面に変更した。これにより行き先表示の設定機能、放送装置の制御機能も内蔵され、従来の車内放送に加えて、優先席や、 携帯電話などのマナー放送が放送可能となった。この表示操作機は1分間何も操作しないと自動的に表示内容が消えるようになっている。また、軽機材周囲を改造し、ドア開閉スイッチ、勾配起動スイッチ、ホームドア表示灯の新設や ATC、保安表示灯の回収などを実施した。さらに防護発砲付け誘導無線を搭載し、 操作機は運転士操作機と一体化させた。さらに、客室の非常通報装置は乗務員との対話式化し、非常通報受報機は、運転席背面から、運転台右下にを移設した。誘導無線については、運転指令所からの、一斉放送機能や非常通報装置と、運転指令所との通話機能も追加した。他には、運客室時期リブの仕切り扉を電磁座上増え、 交換を実施した。車上のタスク受信機を、タスク送受信機に改造し、タスク制御情報に加え、車両ドアホームドア連動制御機能を使用できるように、した。2007年9月から、第53編成を最初に運転大丈夫への4、画面式車上 CCTV とミリ波画像受信機の、設置を開始し、第08編成を最後に全編成が設置された。 車外では、運転席前のフロントガラスに車高フィルムを貼り付けた。他、方南町視線車両同様に、車体側面上部にも、車両番号表記を追加している。ATO 運転への改修その後、タスク装置を ATO 装置に改造する工事を開始した。運転台では、ATO 出発ボタン、非常停止ボタンのッチ表示と手動 ATO 切り替えスイッチなどを追加した。 また、車掌スイッチは折り返し時の操作の簡易化のため、放難調子戦車と同様に、関節制御式に改修した。床下では、ATC 装置を撤去し、ATC-ATO1 体系の装置とし、02から600型には、ATO 操縦信機を新設した。また、都平制御切り替え装置を搭載し、方向切り替え機を廃止した。 案内機器関連ワンマウンテン対応改造された編成はドア上部の1.45番案内表示器が路線図式から LED 式に置き換えられ路線図式と LED 式で交互に千鳥り配置している LED 式の案内表示器は03系、05系などと同じ文字スクロール式で自駅案内や行き先表示の他に東京メトロからのお知らせなどが表示されるようになった これに伴って、ドアチャイムの音色が03系や05系などと同じものに、自動放送もワンマン運転に対応したものに変更された。なお、路線図式の案内表示器も、駅ナンバリングに対応したものに変更されている。2008年6月14日より、従来の乗車促進ブザー音に代わりメロディが導入されている。加えて、メロディ後の乗車促進放送も、 ドアが閉まります。手荷物をお引きください。に変更された。2009年3月28日から本線でワンマン運転が開始され、各駅でそれぞれの発車メロディが導入されたがすぐに使用を停止し、その後は引き続き乗車促進メロディを使用していた。2012年2月1日よりラッシュ時間帯を除いて各駅の発車メロディを使用するようになったため、 乗車促進メロディは、ラッシュ時間帯のみの仕様となった。B オサム工事を施行した赤帯式時代の、第02編成02系においても初期者の落成から20年を迎え、大規模改修工事の施行時期に達した。このため、2009年度より、直派制御者を対象とした、B オサム工事が実施された。この改修工事は2009年9月より、 第0に編成を最初として開始し、翌2010年1月28日に報道向け公開が行われた。なお、当初は53編成すべてを大規模回収する計画であったが、CBTC 導入による計画変更で、直ョパ制御車の19編成のみに大幅に縮小し、最初から VVVF 制御車として落成した編成は更新対象外となり、 後継の2000系に置き換えることとなった。なお、大規模改修工事施行者についても、最終的には2000系に置き換える計画である。その後、同年2月16日から営業運転を開始した。報道向け公開の時点では、年間3から4編成程度を施行する、方針としており2013年度末までに、対象の 全19編成の改修工事を完了する予定としており、2012年3月末時点では、京急編成に施行が完了していた。初期には、中野工場において改修工事を施行したが、本系列の大規模改修工事に対応するために、小石川 CR は施設の改修工事が実施され、工事完成後の2010年9月以降の、 入場車両はすべて小石川 CR において施行されている。改修前後の仕様の比較外観丸の内線の旧型車の特徴の一つに側面体にあしらわれたサインウェーブがあった。前述の通り、02K は設計時より旧型車のイメージの再現が意識され、赤色を基調とした帯が採用されたが、サインウェーブは 02K に引き継がれることなく、 1996年の旧型車運行終了と同時に丸の内線から消滅した。すると、多くの乗客から丸の内線のシンボルだったのに、とサインウェーブの消滅を惜しむ声が寄せられる。これを踏まえ、改修工事の対象者には旧型車のイメージをより一層反映させた新しいデザインを与えることとなり、側面の帯がサインウェーブ入、e、りのものへと変更された。 これは、スカーレットの上に、白色のサインウェーブを加えたものである。なお、前面のラインカラーは当初赤帯のみであったが、3番目の、思考となる、第10編成カラーは、ラインカラー上に、ホワイトのラインとサインウェーブを模したカラーリングを追加し、回収工事者であることをアピールするものへ、変更している。このか、前面の行き先表示器が、字幕式の車両は、 LED 式への交換が行われている。内装更新後の車内特に車内設備の更新に合わせてバリアフリーやユニバーサルデザインの充実を図ったものとなっている。車内の化粧板は竣工時の300型を意識した薄いサーモンピンク色、または白色、床式ものは緑色を採用したものに一新し、座席端の袖仕切り板は 車椅子スペース以外の箇所をすべて大型の仕切り板に交換をした。最初に施行する、大霊二編成では改修工事時には設置しないが、以降の編成では座席間にスタンションポールを8人掛け部に2本、5人掛け部では1本を設置する。なお、大霊二編成はその後の定期入場時に施行されている。従来、 車椅子スペースを設置していなかった編成は2.5号車に、車椅子スペースを新設し、丸の内線全車両への設置を図る。また、優先席部においては、袖式部の握り棒に黄色着色を施し、この付近の釣り革は床面高さ 1660mm から 1580mm に低下させて、使いやすさの向上を図っている。 出入り後部では床面に黄色の出入り口識別表示板を新設し、ドア上部にはドア開閉時に赤く点滅するドア開閉表示灯を設置した。これに合わせてドアエンジンには土平地から弱め機構が追加されている。これは閉日後に一定時間個閉力を弱めるものである。ドアチャイムは1万系などと同じ3打式に変更された。乗務員室上。 未更新車のドア開閉スイッチ、乗降促進スイッチした、更新車のドア開閉スイッチ、乗降促進スイッチ、乗降促進スイッチは二接点化が実施されている。乗務員室については、大きな変更はないが、客室にドア開閉表示等の設置に伴い、乗降促進スイッチの二接点化を実施したほか、運転手航路標示は、 左壁からマスコン台右端に移設し、天井に航路標灯を新設した。車内案内表示器ドア上部に設置された LCD 式車内案内表示器車内案内表示装置は従来の路線図式 LED 式から17インチのワイド液晶ディスプレイ式2台設置へ交換を実施した。これは左側に東京メトロビジョンと称する。 広告動画を表示し、右側には乗客への行き先案内画面として使用するものである。乗客への行き先案内画面には、運行支障時など異常時に総合指令所からの運行情報を配信するシステムを装備している。ただし、これは回収工事者が一定数確保されてから実施を行う。また、広告動画は、主要駅や車両基地に地上配信設備を設け、 高速無線通信で自動更新を行っている。この案内表示装置は02から 100K の床下に設置したメディア中央装置と送受信装置を基本として各社に配信映像を記録するメディア端末装置、さらに映像を表示するメディア表示機で構成される。表示操作は運転台にある既存の表示操作機経由で行われる。 送受信装置は携帯電話通信アダプタ、ミリ波車上装置、LAN、差し込み口の3点で構成される。受信された動画情報はメディア中央装置で情報処理の上、各車両のメディア端末装置に高速メタルケーブル経由で伝送されるほか、映像を表示系統にはイーサネットケーブルを用いて高速伝送を行っている。 制御装置主回路システムは従来、直波制御車両の更新工事には参照、誘導電動機を用いた、VVVF インバータ制御へと改造をしてきた。一方、東京地下鉄では2007年秋から、銀座線0 1系第38編成において、PMSM 主回路システムと呼ばれる、永久磁石同期電動機を用いた。 VVVF インバータ制御の走行試験を実施してきた。この走行試験の結果は良好であることから、本系列の改修工事者において本格的に採用することとなった。この永久磁石同期電動機を用いた制御方式は、東日本旅客鉄道 E331 系で営業運転に使用されているが、同社の DDM に対し、試験者を除いた。 通常の歯車減速駆動方式の車両としては、日本の鉄道車両で、初めての本格採用となる。制御装置は、東芝製のイグブと素子を使用した2レベル方式の、VVVF インバータ制御装置を採用した。各軸個別制御となるが、2台のインバータを1台の、冷却フィンに集約した2インワン型、インバータユニットを採用。 これを二群搭載として装置の大型化を抑えている。主電動機は前述した1 2 0ット出力の永久磁石動機電動機で従来の誘導電動機よりも高効率の運用ができ、電力消費量の約10%減少などが図れるものである。さらに全密閉方式とすることで騒音低減効果も実現している。なお、改修工事では台車や 駆動装置の更新は行わないことから、主電動機の取り付け構造は、従来の電動機と同一構造としている。車両性能は、従来の3レベル VVVF インバー他車に合わせて、軌道加速度を時速 3.2km、S に向上させた。冷房装置丸の内線は、車両限界の関係から車両に埋め込む形で、冷房装置を搭載しており、 冷房装置の能力向上には、装置寸法を変更せずに、能力向上を必要とされた。これには、東芝キャリアが開発した新型の冷房装置を採用した。この装置は、従来の 16.3kW から 23.3kW と現行の冷房装置と同一形状としながら、能力を40%向上させている。 特に負荷の増大する通勤ラッシュ時に十分な冷房能力を発揮できることが期待された。さらに同一能力を持つ冷房装置と比較しても約60%の小型化、さらには低騒音や低振動に配慮したものとなっている。ただし、能力向上に伴う排出熱の増加などが懸念されることから当初は一部の試験者以外は従来能力で 限定運転をさせた。排出熱の検証を経た後に、能力向上運転を実施している。負荷工事冷房装置の能力向上に伴い、例2から300型に搭載する冷房電源用補助、電源装置は110区場から160区場出力の能力向上型に更新されている。また、回収に伴う電気機器の増加で蓄電池の負荷が増加することから、 容量の増加とメンテナンスの容易な焼結式アルカリ蓄電池に交換した。また、先頭車に搭載する電動発電機と MG 制御機はオーバーホールを行い、継続しようとした。ブレーキ制御装置は床下偽装スペースの確保とメンテナンス省略化のため、ブレーキ作用装置と保安ブレーキ装置を一体化し、 ブレーキ制御は一両単位制御から各、代車単位制御に更新されている。不可工事とし、誘導無線装置機器の更新や車内、車外スピーカーや、放送増幅器などの放送関連機器は新品に、交換が実施されている。この大規模改修工事車は、外観、車内とも、丸の内線開業当初使用していた300型をイメージしたものであり、乗客に、 懐かしさや親しまれることを目指したものとしている。なお、2010年9月までに改修工事を完了する、第2.05重編成は改修工事施行場所の、都合から1回目の工事では床面への、出入口識別表示板の設置と、冷房装置更新工事、運転台の航路表座位置変更は実施しない。このため、 同年9月以降に再度改修期間を設けて床式物の交換とともに実施されている。2010年9月以降に改修工事を完了する編成はすべての更新内容を1回で実施した。本線用の6両編成53本と放南町支線用の3両編成6本が所属している。本系列の編成総数は東京地下鉄における 同一形式の最大編成数である。また、東京メトロ移行後初期まで全面に、U ライナーという車内広告一社のみの、ラッピング装飾編成が存在した。毎年、2月頃に東京マラソンが開催される、関係で、銀座線用の01系と共に各1編成ずつ、東京マラソン応援列車を走らせている。車内は、 扉に東京マラソンのゴールをイメージしたラッピングと窓部にランナーのラッピングが施されている。社内広告は東京マラソンの協賛をしている会社の広告のみとなっている。東京メトロでは A 段時代より経年12年目で C オサム工事と称する簡易な改修工事、3回目の全般検査になる24年目で B オサム工事と称する大規模な改修工事、 36年目で C オサム工事6回目の全般検査になる48年目で廃車となるライフサイクルを見込んでいるがこれはモデルケースであり必ずしもこの時期に改修工事や廃車が実施されるとは限らない実際に 01K や一部の 03K のように B オサム工事を施行することなく置き換えられる車両はある 本系列の一部車両に見劣りが目立ってきたことと、2023年度から丸の内線に導入予定の CBTC に対応できないため、東京メトロの中期経営計画で、2018年度から2022年度に、かけて6両編成の新型車両が53、編成投入されることが発表され、2018年3月に新型車両に1000系の詳細が発表された。 この本数は例 2K の本線用6両編成、全編成と同じ本数となっており、2019年2月の2000系営業運転開始に先立ち、2018年10月15日付で、第48編成が廃車されたことにより、本系列に廃車が発生している。2022年度までに、本線用6両編成がすべて置き換えられる、予定である。また、 2019年1月26日のダイヤ改正で、方南町駅のホーム延伸工事が完成し、支線の6連入線が可能となったが、3連の運用は現時点では未定である。東京メトロでは、国際協力機構発注のフィリピン国フィリピン鉄道訓練センター設立、運営能力強化支援プロジェクトに参加し、フィリピンでの鉄道人材育成に携わっており、 フィティ大学ともプロジェクトを通し、関係を築き、フィティ大学は、同国の私立大学では初めて鉄道関係学科を新設することとなった。今回フィティ大学からの鉄道関係設備企業依頼に応え、例に計2両の無償譲渡を決定した。2020年2月に、同大学へ設置され、教材として活用される。東京メトロは、引き続き、 フィリピンにおける鉄道人材の育成への支援を行い、フィリピンの都市交通機能向上、日肥料国の友好関係の強化につながるよう努めるとしている。2020年8月18日の第36編成廃車により、路線図式の案内表示器を搭載した編成が消滅した。ありがとうございます。